こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。はい、今日ですね、仕事が休みで朝散歩、前回の動画でね、ちょっとね、挑戦っていう話をしたんですけど、自分もね、何の挑戦も最近してないなぁなんて思って、以前ね、休みの日は毎朝ね、ウォーキングに行ってたんですけど、ウォーキングとまで行かなくても、ちょっと朝散歩っていうことでね、ちょっと海岸まで出てきて、ちょっとね、防波堤を、何キロか、歩いて、それでその後ね、動画を撮影してる、ちょっとね、汗をね、こう、ちょっとかいちゃっているんですが、やっぱりね、こうやって朝散歩とかすると、気持ちがいいなって、うつとかそういったのもね、かなりね、改善されるんじゃないかな、なんて、すごくね、実感はね、します。はい。それで帰ってね、これでね、疲れたで寝ちゃうんじゃね、しょうがないかな、なんて思うんですけど、それはそれでね、仕方がないかな、なんて思うんですけど、今日ね、朝散歩できてよかったな、って思います。はい。それでね、今日ね、何話そうかな、なんて思ったんですけど、タイトルもね、白黒をはっきりさせようじゃないかっていうね、中でちょっと強めのね、言葉なんですけど、自分はね、自分は覚えてないんですけど、幼い頃、小さい頃、物心をつき始めた頃、自分の意見がね、全くなかった。例えばね、黒いもんをね、これ白だよね、白だよねってね、近所のおばさんがね、僕にね、ふざけてですけど言うと、うん、白ってね、黒いものなのに、その人がね、言ったことにね、対して、うん、そうだね、みたいな、そういうね、感じの子供だったそうです。そのね、成長したわけじゃなくて、やっぱりね、だんだん、自分っていうものもね、できてきて、いや、これ白、白だよって、これ黒だよねっていう、白いもんをね、黒だよねって言われても、いや、白だよとかってね、言えるようにはね、なっているんですけど、ただまだね、たくさんの意見とかそういったものっていうものに対しては、そっちにね、こう、動いてしまうっていうようなね、そんなことがね、あります。それでね、なんかね、世間のね、常識とか、そういったものにね、こう流されてね、ずーっとね、生きてきて、例えば、それでね、いろいろなこと、例えばね、自分の場合、入れ墨をしている人を見たらね、なんかちょっと怖い人って、今ね、入れ墨なんてね、こう、ファッション、おしゃれでね、やっている人もいるし、でも、なんかね、入れ墨をしている人がいたりするとね、この人は怖い人とかね、そういったもの、刷り込みみたいな、そんなものがあって、ちょっとね、一歩引いてしまったりとか、そんなこともあったりします。それでね、ちょっとね、今日ね、の話の本題に入るんですけど、やっぱりね、こう、見方をね、変えるっていうこと、すごくね、大事だと思います。小さい頃ね、僕はね、例えばですけど、白いものをね、これ黒だよね、黒だよねってね、言われたりすると、うん、黒ってね、言ってしまうんですけど、皆さん、ちょっとね、あるものを作ってきたんで、これ何色に見えますか？何色でしょうか？皆さんは何色に見えてるのか、黒だと思います。黒に見えてると思うんですけど、僕から見ると、これね、これ白です、白。これ白です。皆さん、黒にね、見えてるかもしれないんですけど、僕から見るとね、これ白なんですよ。絶対これ白。白黒ね、はっきりさせたいんですけど、僕はね、これ白だと思います。絶対白。っていうのは、皆さんから見るとこれ黒ですよね。皆さん、どうですか？白に見えますか？僕は白に見えます、これ。だけど、これね、実はね、裏返すと白なんですよね。それで今僕はね、こっちから見ると、あ、これ黒だなっていうのわかるんですけど、これね、視点を変えるだけで、皆さんからは黒に見えるんだけど、僕から見るとね、こう白。こういう風にね、こういう風に見ると、白っていう風にね、皆さんから、こうね、皆さん黒だと思ってたっていうもの、僕の方からの視点から見ると白。これってね、世間もね、そうなのかななんてね、そんなこともね、思います。例えば、他人のね、まあ他の人の意見っていうのをね、なんか自分の意見と合わなかったりすると、いや、それ絶対違うよ、違うとかってね、なんかね、自分のね、意見を押し付けてしまうっていうことがね、あるかと思うんですけど、実はね、まあこう、相手の目線から見ると、あ、自分が間違ってたなっていうこともあったり、まあ相手にね、自分の意見を押し付けるんじゃなくて、相手にね、こうだよって言ってね、いろいろ説明して、自分のね、方をね、まあこれね、押し付けじゃなくて、まあ自分はこう思うんだっていうぐらいでね、それで、まあ気がついてもらうとか、そういったのだったらいいんですけど、まあなんかね、人のね、こう、何かをね、こう、自分がね、自分の世界に引き込もうとさせるっていうかね、そういうなんか押し付けたりとかね、いろいろね、しちゃっているんじゃないかな、なんて、そんな風に思います。まあ常識、自分が思ってる常識と、まあ他の人がね、思ってる常識って全くで違ったりもね、しますんで、それを押し付けたりするんじゃなくて、まあ自分がね、まあ動いて視点をね、変えてみるっていうのがね、すごくね、大事なんじゃないかな、なんて思います。これもね、みんながね、黒だって言って、あ、自分は白なんだけど、って言ったけど、自分はね、こうやってね、こう視点をね、変えてみて、ああ、本当だ、黒だったってね。まあ、そのためにはやっぱり自分がね、こう、いろいろ動いて調べてみたりとか、まあ、そういうことをね、まずしてみる。やっぱりね、自分がね、行動して、まあ、下から見てみたり、上から見てみたり、いろんな角度からね、見てみるっていうようなね、そんなことをすると、またね、違った世界がね、見えてくるんじゃないかな、なんて、そんなことを思いました。なのでね、こう、今日ね、白黒をはっきりさせようじゃないかってね、こういうね、小道具作ってね、ちょっとね、来たんですけど、やっぱりね、自分がね、こう、思ってたことじゃない、まあ、そういった世界をね、見るためには、やっぱりね、あちこち行動して、いろいろな角度から見てみたりとか、まあ、考え方、まあ、もう、今までね、育ってきた環境とか、そういったものでね、もう、こう、凝り固まったね、頭の中をね、ちょっとほぐして、まあ、こういろんなね、臨機応変にね、考えられるようにね、なれればいいなぁ、なんて、そんな風にね、思いました。今はね、本当にちょっとね、苦しい、まあ、状況がね、続いている中、まあ、少しでもね、自分の心がね、こう、なんか変われるような、そんなね、こととかね、そんなことをいろいろね、考えたりしている中で、まあ視点っていう観点から、まあちょっとね、そういう見方をね、変えてみるっていうのもね、すごくね、大事だなぁ、なんて、そんなことを思ったのでね、ちょっと今日のね、話、白黒はっきりさせようじゃないかっていうようなね、そんな話をね、してみました。はい。ではね、今日の話が良かったなって方は、グッドボタン。また、チャンネル登録、まだの方は、ぜひチャンネル登録、お願いします。はい。では、今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてる。ありがとうございます。